縄神社は、鳥取県最白軍大船長にある神社で、縄長都市を祀る。旧社格は、別格官兵社。県務中高十五社の一社である。社門は、縄市の家門の半県選である。鳥色をもん長年を主催神とし、縄一族一家十二名を合資する。縄長都市は、鎌倉時代末に、沖国から脱出した、五代醐天皇を迎えて、 東幕に功があり、南北朝時代には南朝について戦った武将である。女王、明暦の頃、縄長都市の遺徳をしたう地元の人々によって、縄屋敷跡とされる場所に少子が建立されたのに、始まる。遠方5年、鳥取藩主となった池田光中が長年を崇敬し、縄屋敷跡の東方の日吉坂の山王権元の、社地に新たに社殿を造営して遷座し、 三郎権限を抹者として、四伝権限と称した。明治初めの関係者の説明によると、神社の再興を志したのは、三中の小綱清で、毎年わずかな再資料をあてがった。下って、幕末の藩主池田慶徳が、従来の彰子のそばに石踏みを立て、死主を認じようと考えたが、果たせぬうちに廃藩になった。1873年に権者に劣し、 死電神社と解消した。1876年6月22日、鳥取県が、覇市の功績は、楠木氏に被検するから県舎にとどめず、国兵社格にしてほしいと内務省に、伺いを出した。10月には、死電神社の士官、か谷松江が教部長に、11月には、池田慶徳が区内省に、それぞれ別格官兵者にしてほしいと願い出た。 そして12月16日に、島根県が二人の誓願を後押しする伺いを、京武将に出した。翌1877年の夏、池田慶徳は、島根県庁から鳥取に至る道筋で、四連神社に参拝し、その衰退を目撃した。慶徳浜もなく、亡くなり、11月28日に、この輝基地が、父の意志を継いで社格を進めることを誓願した。 この時すでに内務省も別格官兵舎に列する方針を固めており、輝基地の請願を受けて大上官にその実施を促した。こうして1878年1月10日、試練神社の社号を縄神社に改定し、別格官兵舎に列することを大上官が決定し、縄流しげ以下の少子を廃止すべきことを命じた。この年、 1878年の5月11日に、宮内省式部寮の式部党、坊城敏正は、縄神社の霊祭日は、丹山神社以下の霊により、長年が出した日を太陽暦に換算して定めるとして、その日を述べ元元,元年6月開日から期限1991年8月15日と計算した。21日に霊祭日が式部寮の愚心通りに決定された。 懸案だった、老朽社殿の建築のためには、島根県と内務省が案を練り、明治11年度から3か年、国から4769円21銭6輪の交付を見込んでの工事許可を1879年1月17日に得た。1881年には外交、玉垣、川屋なども国の費用で作ることになった。車は年に完成し、 1883年3月10日に、千座式が執り行われた。式では、直詞として参考した鳥取県で、山田信道が、区内省から下げ渡された、新しい鏡を、従来の心臓に変わる玉城として奉納し、細門を独唱した。ありがとうございます。